佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。では7月ようやく梅雨明けですね。まあ学生の皆さんは夏休み前の最大のイベント、最大のイベントなのかな1学期末テストについて、まあ、私のねちょっと、まあ、思い出についてもねちょっと語るというお話ねさせていただこうかなと思います。ちょうど今私の妹が今高校2年生なんですけれども、期末テストですね。毎回テストになると、非常にでも妹は計画的にやる方ですね。私は全然違って、もうテスト3日前とかにこう詰め込んでやってしまう、タイプでした。はい、あんま良くないですよ。全然これは本当に良くないですからね。体調が悪くなるだけですから。でまあ非常に、まあ特にねこのまあ中学3年生とかあとは高校3年生の方は、まあ、受験生の方は非常にね、まあ、大事な時期になってくるのかなと思います。特にね、まあ、でも高校3年生も中学3年生もこの1学期ってすごい大変みたいですね。ある、ね、ネットの、ね、サイトで見たんですけれども、部活動であったり受験勉強、そして、まあ、学校の期末テストであったり中間テストが、重なってくると、まあ、これを両立するのにすごく大変というふうに、目にしましたので、ぜひぜひ皆さん、まあ 中学3年生以外、高校3年生以外のね学生の皆さん頑張ってください。はい、ではさてこのあたりでちらっとね自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただき、まだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマのエキストラとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、毎月第1、第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで映画の出演キャラクターから派生したカタカナで佐藤美斗というネットアイドルという設定の中、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。詳しくは佐藤美久オフィシャルブログをぜひチェックいただければと思います。また昨年11月より豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。個人的には今の季節がクルーザーにぴったりだと思います。なのでぜひ一度ご乗船いただきますようアルカディア号のホームページのチェックもお願いいたします。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。ドラマ等の出演に関して、毎回のことですけれども守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただきたいなと思います。まずはじめにですね、今月からここ市川うらら FM さんで新番組僕らの就職活動が、スタートしております。はい、でこの、僕らの就職活動にですね、私佐藤美久、パーソナリティとして、番組を持たせていただくことになりました。ありがとうございます。ということでこの佐藤美久の女優道ともう一つ番組が増えました。非常にありがたいことです。ちょうどこのそうですね、顔合わせと打ち合わせがありまして、毎月第2、第4火曜日、夕方6時から、放送させていただきます。一緒に番組を、やっていくのがですね斉藤由樹さんという現在就活中の、男の子です。はい、20歳ということでね、なんと弟と同い年の子とね番組を持つということでちょっとやっぱり緊張してますね。はい、で番組の内容としては、企業様の社長さんであったり社長の方であったり人事の方をですね、ゲストにお迎えして、どういうこうなんていうんですかね、どういう人材が今求めているのかとか、あとは就職のこう面接とかでこう役に立つ、アドバイスであったり、あとは公開でちょっと、面接の模様というか
を、この番組内でね、この、僕らの就職活動の番組内で公開面接をやらせていただきますので、ぜひぜひ就職今活動就職活動中という方はね、ぜひぜひ聞いていただきたいですし、親御さんであったりおじいちゃんおばあちゃんの、方もですね、ぜひ聞いて参考にしていただければなと思います。ぜひお聞きください。続いてはですね、実はこの、放送当日7月13日はですね、久しぶりの私主演映画、主演短編映画22世紀偶話を、撮影中でございます。簡単なあらすじとしては、婚活、サイトですね、婚活について、婚活についてで、恋愛ものになってますね。で22世紀ということで、今21世紀じゃないですか。でその100年後から22世紀から見た私たちの、恋愛の仕方、今回は恋愛という括りになってますけれども、恋愛の仕方はこうなってたんだよという、おとぎ話っぽいのかな、はい、という、あらすじになっております。で私の役どころはですね、三藤美希という役で、非常にクールな女性です。はい、あまり笑わない、あまりというか笑わない、感じの女性の役をやらせていただきます。で見ていただきたいところなんですけれども、佐藤美久、新たな演技といいますか、なかなかクールな演技、今まではそんなたくさんはなかったんですけど、だいたい明るい明るい女の子が多かったんですけれども、今回は大人な、女性を演じるということで、頑張りますので、皆様ぜひぜひ見ていただければなと思います。そしてこの映画ではですね、このラジオ番組から飛び出した映画版佐藤飯が見れますので、ぜひ皆さんお楽しみにということで、ぜひ見てください。はい、頑張ります。私、そして、毎週、続いてはですね、毎週日曜日夜10時から、放送されております、ワウワウのドラマにですね、参加させていただいたんですけれども、以前もお話しさせていただいたと思うんですけれども、事務所の先輩鈴木千秋さんとですね、一緒に参加させていただいた、ドラマになってますので、そうですね、まだ私もまだちょっとワウワウがちょっと私の環境で見れないもので、事務所の方で見たいなというふうに思います。はい、そして続いてはですね、DTV の、ドラマに、参加させていただきまして、そして、放送が開始しております。このドラマもですね、非常に面白いドラマになっていまして、で私も参加させていただいて、撮影場所がものすごい有名な、事務所さんの、オフィスを借りて撮影したんですけれども、ものすごく綺麗でした。すごい、もうめちゃめちゃ高いビルの、ところの オフィスの一角をお借りして、撮影してたんですけれども、これもね、どういう仕上がりになっているのか非常に楽しみです。はい、そして、先月6月13日、先月の番組ではあまり触れませんでしたけれども、6月13日に私24歳になりました。ありがとうございます。事務所の先輩佐々木千秋さんと、そして後輩の小林くんから、パーティーを開いていただきまして、本当にありがとうございます。プレゼントもねいただきまして、大切に使わさせていただきます。ではですね、24歳になりましたので、もう少しちょっとね大人な女性になれるように1年、これからね頑張っていかなきゃいけないのかなっていうふうに思います。はい、でですね、1ヶ月振り返って、そうですね、もうちょっと喋るなあとはですね、冒頭でも申し上げましたけれども、ネット配信番組ネットアイドルカタカナで佐藤美と毎月第1第3金曜日、23時から放送中になっておりますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。私佐藤美久のツイッターはないんですけれども、この佐藤美とのツイッターはありますので、
ぜひカタカナで佐藤ミドで検索していただければおそらく出てくるかと思いますので、ぜひぜひそちらフォローしていただいて、私佐藤ミクの情報も発信して いってますので、ぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。そしてこちらもね、冒頭で申し上げましたけれども、アルカディア号のイメージキャラクター務めさせていただいております。東京ベイトロットクルーズホームページとアルカディア佐藤ミクで検索していただきますと、ニュースや、私が乗船リポートさせていただいている動画も上がってまいりますので、ぜひ皆さん一度チェックしていただければなと思います。そして続いてはですね、ドットエールプラス継続中でございます。ぜひ皆さんドットエールプラスダウンロードしていただいて、通信料かかってしまうんですけれども、ダウンロードするのはタダですので、ぜひダウンロードしていただいて、私佐藤、ひらがなで佐藤ミク検索していただいて、たくさんのエールボタンお待ちしております。そして佐々木千秋さんもですね、先輩の佐々木千秋さんもアカウント持っておりますので、ぜひぜひ、エールボタンのほどよろしくお願いいたします。そしてこちらは毎月ですけれども、映像演技ワークショップ毎月3回行っております。はい、まあ私の、まあ、新境地というかな、こういうのは、まあ、新たな、まあ、演技の幅を広げるために、毎月頑張っております。はい、やっぱり難しいですね、大人の女性を演じるというのは。なんかまだまだ私も子供だなっていう風に思ってしまいますね。はい、いや頑張ります。口調であったりとかね、仕草であったり頑張っていこうと思います。はい、そして最新作映画突然恋人をはじめ、過去の私の全出演作品の DVD が発売中でございます。他の作品もですね、予告編たくさん上がっておりますので、 YouTube の方でひらがな佐藤ミクで検索してみてください。ご希望の方はうちの事務所の、ホームページのメールからお願いいたします。ではですね、この1ヶ月振り返りますと、まあ6月で24になりまして、また一つ大人の階段一歩乗り上げましたので、はい、またね、新たな大人な女性に変わっていけるように頑張っていこうと思います。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。さて続いてのコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤ミクが趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はあの万引き家族を見てまいりましたので、早速お話しさせていただきたいと思います。まずリサーチによりますと、3度目の殺人海町ダイアリーの是枝裕和監督が家族ぐるみで軽犯罪を重ねる一家の姿を通して、人と人とのつながりを描いたヒューマンドラマ、2018年第71回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品され、日本映画としては1997年のうなぎ以来21年ぶりとなる最高賞のパルムドールを受賞しました。東京の下町、高層マンションの谷間に残されたように立つ古い平屋に、家主である初江の年金を目当てに、おさむと信代の夫婦、息子の翔太、信代の妹の秋が暮らしていた。彼らは初江の年金では足りない生活費を万引きで稼ぐという社会の底辺にいるような一家だったが、いつも笑いが絶えない日々を送っている。そんなある冬の日、近所の団地の廊下で震えていた幼い女の子を見かねたおさむが家に連れて帰り、信代が娘として育てることに。そしてある事件をきっかけに、仲の良かった家族はバラバラになっていき、それぞれが抱える秘密や願いが明らかになっていく。息子と共に万引きを繰り返す父親おさむにリリー・フランキー、初江役にキキキリンと是枝組常連のキャストに加え、信枝役の安藤サクラ、信枝の妹秋役の松岡真由らが是枝作品に初参加したとあります。いやー、まずはですね、もうちょっとね、 おこがましいというか、まずはですね、監督、是枝監督をはじめ、スタッフの皆さん、そしてキャストの皆さん、本当におめでとうございます。いやもうタイトルを聞いただけで本当に見たいって思いました。はい、
ねえ、もうまずですね、もうこの作品を 見終えて私が思ったことは、万引きってダメなことです、いけないことなんですけれども、こう何ですかね、こう自分が非常に恵まれている環境で育っているんだなっていうふうに非常に実感しますね、この作品を見ていると。で、本当万引きっていけないことなんですけれども、この、家族を見ているとこう応援してしまっている自分がいて、非常に、複雑というか、でも非常に本当に面白い映画でした。はい、もう本当に感動もしますし、やっぱり自分がどれだけこう恵まれてる環境で育ってるんだなっていう風に感じられる作品でしたね。はい、でもこの、映画の全体のストーリー展開は、今、冒頭もちょろっとね、あらすじの方、お伝えしましたけれども、ずっと万引きをしてるわけじゃないんですよ。ね、おさむとこの信代の夫婦はですね、ずっと万引きしているわけではなくて、ちゃんとお仕事もしてるんです。ただお仕事もしてるんですけれども、ただお給料もらえなかったりとか、あとは、怪我をしてもこう保険が下りなかったり、労災保険っていうんですかね、そういうの、が下りなかったりとか、そういうこうなんていうんですかね、今の社会問題に、なっていることが結構 この映画ではたくさん出てくるかなっていうふうに思いましたね。それも私たちが考えなきゃいけないというか、そうですね、考えなきゃいけない部分なのかなっていうふうに思いました。はい、そしてですね、このメインの4名の、劇中での存在感は、もう一人一人もう本当に個性が本当にふんだんに盛り込まれているというか、素晴らしいなというふうに思いました。もう皆さん一人一人が光ってましたね。はい、いやさすがだなと思いました。まずはですね、おさむ役の、リリー・フランキーさんですね。非常に なんて言うんですかね、お父さんとしてはすごくいい人なんだろうなっていうふうに思いました。で、息子の、翔太に万引きの仕方を教えるんですけれども、それしか教えることがない。例えばお父さんがこう息子に野球を教えてあげたりとか、サッカーを教えてあげるような感覚で万引きのやり方を教えてるんですね。非常にやっぱりそこは皆さん見ていただきたい部分ですね。ただ物を取って生活費を稼ぐっていうこともそうなんですけれども、それしか教えられないっていう、なんかちょっとやっぱり悲しくなってきちゃいますね。はい、でリリー・フランキーさん、このある記事でおっしゃってたんですけれども、監督、是枝監督からはあまり成長しないでほしいというふうに、この役、このおさむという役はですね、あまり成長しない役作りをしてほしいっていうふうに言われたというふうにおっしゃっていて、それがまた難しかったですっておっしゃっていて、でも全然もう本当にその、成長しないというか、そうですね、もう何もこうみんな他の家族はこういろんな秘密とかがこうあらわになっていくことに対して変わってはいくんですけれども、お父さんだけやっぱり変わらなかったですね、見ていて。それがやっぱり素晴らしいなというふうに思いました。はい、そうですね。あとキキキリンさんのパチンコ玉をね、万引きするシーンがあるんですけど、もうそれがめちゃくちゃ面白いです。ぜひ皆さんそこ注目していただきたい。はい、隣のパチンコやってるおじさんにバレてるんですよ。でもシシみたいな感じで、そのどこにでもいるっていうか、おばあちゃんがすごくもう印象的で、存在感、味、キキキリンさんの味が出てらっしゃったなというふうに思いました。そして、安藤サクラさんですね。安藤サクラさん ある記事も読んだんですけれども、あまり役作りせずに撮影に挑んだみたいで、
その場で監督にセリフとかこう言われて、その場で感じ取ったもので演じられていたということ で、特に皆さん見ていただきたいのが、取り調べのシーンが非常にこうドキュメンタリーみたいな感じになってますので、そこもねぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。そして、私同い年の、松岡茉優さん、いやもう素晴らしかったですね。同い年ですから、まだまだ私も頑張らなきゃいけないなというふうに思いました。はい、頑張ります。はい、そしてですね、まあ私が考える、是枝監督の作品の魅力なんですけれども、ある、記事で言っていたんです、おっしゃっていたんですけれども、見た人も含めて映画の感性、見ている人の想像を信じて作っている、ただ単純ではないんですっていうふうにおっしゃっていて、なるほどと思いました。これ監督の作品、私拝見させていただいたのが、海町ダイアリーと、あとそして父になる、と今回の作品なんですけれども、確かにこう見ている側も考えなきゃいけないな、ただ人それぞれみんなが一緒の考えにはならないっていう作品作りが非常に魅力的だなというふうに思いました。次のね、是枝監督の作品非常に楽しみというか、もう一回見たいなというふうに思いました。そして他のね作品もぜひぜひ私も DVD 借りてしっかり勉強したいなというふうに思いましたね。はい、ではですね、ぜひぜひ皆さん劇場でまだ、やっている場所ありましたら、ぜひ劇場で見ていただいて、DVD 出ましたら DVD の方借りていただいて、ぜひ見ていただきたいなと思います。以上、今月の片寄りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。それではここで私から改めて告知をさせていただきます。オープニングでも申し上げましたが、ネットアイドルカタカナで佐藤ミクとして、この番組佐藤ミクの女優道とは180度全く違うキャラで生配信番組をさせていただいておりますので、もしご興味のおありの方はぜひ一度カタカナで佐藤ミクでチェックしていただければと思います。またいろんな、スケジュール等に関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私の佐藤ミクのオフィシャルブログなどを、チェックしてみていただければなと思います。そして皆さん、この番組へのお便りをたくさんお待ちしております。ファックス番号047-303-3974、047-303-3974、メールアドレスはアルファベットの小文字で fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 佐藤ミクの女優道までお願いいたします。それでは佐藤ミクの女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤ミクでした。ありがとうございました。